じゃあ、先輩から、YouTube の先輩からちょっと。あ、もうこれ、普通に。はい、もう。あ、もう言ったりしていいですか？もう全然言ったりでいいですか？ちょっとすみません。はい。クミオブジョイトでね。ね、ちょっとやっちゃったみたいな。やめてくださいよ。ごめんなさい。失礼しました。うん、はい。ちょっとこの YouTube のジンさんとプロトンさんの先輩方からちょっと今後どうやったらいいかとか、こういう、堀口さんはこういう企画があったら見たいとか、そういうなんかアドバイスがあれば、2つに分かれるんじゃないかなと俺思ってる、はいはいはい、2つの方向、はい、まず1つはやっぱ僕思ったのは個人的に、はい、今格闘技って超みんな注目されてるんですよ、はいはいはい、当時僕が小学校の時大晦日でプライドとか、はい、ああいう時代とか同じぐらい注目されてるじゃないですか、はいはい、なぜかってやっぱ一人一人選手のバックグラウンドが今 YouTube 通じて分かるからだと思うんですよ。あ、だってそんなのなかったじゃないですか、はいはいはい、メディア放送しないし、はいはいはい、まあ、ちょっと言い方は失礼かもしれないですけど、注目されてない選手なんて大会その試合当日出て殴り合って終わりみたいな、はいはいはい、その人どういう気持ちで来たのかとかって分かんないじゃないですか、ドラマが分かんないですけど、うん、ドラマが分かんないけど今分かると、はいはいはい、っていうところでより堀口さんの魅力をそのファンに知ってもらう、だからもう堀口さん結構もうファンいるから、どうなんですか、いや自分もあんま分かんないですけど、めっちゃいると思います、その格闘技業界で、だからそれをより密着させるというか、はいはい、密接に、あ、もうドキュメンタリーみたいな感じのを、うん、はい、撮った方がいいと思うんですか、その一つの方向としては、はいはい、そしたら堀口さんで、あ、こういう趣味なんだって、はいはいはい、例えば喫茶店でなんかこんなの頼んでますはい、はい、そんなわかんないです、そういう日常をより堀口さんの日常をアップして、うわ、こんなお茶目な姿あるんだ、なんでどんどん笑ってるんですかいや、なんかすごい真顔でいやあ、こんなストイック、まあストイックわかってますけど皆さん、あ、こんな厳しい練習してんだみたいな、はいはいはい、より堀口さんの魅力を突き詰めた動画、はいはい、で、もう一つはで、そうやってメリットはあるんですけど、デメリットはあんま堀口さんのこと知らない人はあんま注目されない、興味ないですもんね、うん、興味ない、はい、からまあでもより固まると、はいはいはい、でもう一つの方向はより知らない堀口さんっていう名前を知らない人たちがより知ってもらうような企画、はいはいはい、ってなると日常アップするっていうよりも YouTuber っぽいこういうコラボとかね、まあコラボしてなんか YouTuber とコラボしたり、うん、まあ流行ってる企画ですね、格闘家で、はいはい、よくあるじゃないですか、喧嘩自慢とか、はいはい、あとパンチングマシンとか、なんかあんまり格闘家したくないんですよね。ああ、じゃあもうなんかもうラフな感じで。そうですね、なんか自分的にはすごいドッキリとかちょっとメンバーも今回入れて、うん、自分の兄貴とか親友とか入れてやっていこうと思ってるんですけど、うん、ああ、なるほど、まあ、そうなった時にやっぱドッキリとか、うん、お化け屋敷とか、うん、ちょっと行ってやりたいなと思ってるんですけど、うん、じゃあそれいいじゃないですか。いいですよね、うん、それ全然いいじゃないですか、はいはい、それはあれですか、ハニートラップを俺に仕掛けろってマイクに。まあまあ全然ありだと思いますけど、はい、どうしても全然いや無理とか言ってそれで面白い、ね、本当ですか、うん、美女が2人迫ってきた時にどう対応するの、ちょっと怖くなっちゃうんですよ、うん、なんかこの人たち企んでんじゃないかなって思っちゃうんで、うん、あと平和なやつですよね、はいはいはい、堀口さんってなんか正義のヒーローみたいなイメージあるんですよ、うん、確かに、いやそのダークヒーローじゃないですかダークヒーロー、真っ白なちゃんとしたアンパンマンみたいなアンパンマン知らないっすよアンパンマンって誰もが平和じゃないですか、うん、平和の象徴じゃないですか、はいはいはい、だからそういう路線で行ってほしいから、はい、変に攻めたいやらしいとか、はいはい、ダークグレー系の企画はやめて、はい、例えば道端でこの迷子の男の子が泣いてたらどうするのかとか、はい、それは助けますよねそれがいい、はい、まあ、その対応とか見たくない、本当ですか？いや、自分は分かんないですけど、え、そういうの見たくない、でも僕ファンとしてはやっぱり堀口さんの日常が、あ、そうだからこっちの路線で、ね、はいはい、で、その企画としては、まあ、確かにちょっとエロい系とかは、はいはい、堀口さんの色とはちょっと違う気がするので、平和なね、平和なドッキリとか平和なでもどうなんですか、その意外性で来るんじゃないですか、見に、いや、堀口こんなのあるの、ちょっと見てみようみたいな、うん、企画次第ですから、ありがとうございます先輩、やめよ俺が今すげえやばいやつみたいな、なんですか企画次第なんですよね、だ乗っかるのが一番早いと思うんですよ、ああ有名な、うん、その流行ってる、流行ってる、だから0から1ってなかなか難しいんで、でもあんまり自分はその流行りに乗りたくないんですよね、なるほど、あんま好きじゃないんですよ、うん、じゃあ例えば何やりたい、具体的に、具体的にはまあ釣りとかもやりたいですよ、うん、趣味なので、
あとはそのメンバーとかにドッキリとか、本当お化け屋敷とか行ったとかですかね。かわいらしくていい。はい、そういうのをやっていきたいなと思って。やっぱりちょっと面白くないと、人って集まんないじゃないですか。極論言っちゃうと、はい、僕は YouTube が主に見てなんか仕事してますけど、ルイさんって違うじゃないですか。まあそうですね。まあ知ってもらえばいいぐらいの感覚じゃないですか。そうですね。だから俺が思うに、もし俺が堀口さんだったら、なんかもう楽しめたらいいなって。はいはいはい。やっぱ YouTube 撮影って気使うし、スケジュールもなんか進めなきゃいけないし、はいはいはい、だるいじゃないですか。いやいや、でも自分はその普段会えないこういうプロタンさんとかジンさんとかに会えて、本当になんか自分の社会勉強っていうか、本当ですか。はい、なるんで、この YouTube っていうこれを活かして、なんかいろんな人と会っていたいなっていうのもありますね。結構内気であんまり人と会うの好きじゃないんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。こういう YouTube をきっかけにコラボとかさせてもらって、こういう社会体験じゃないけど、すごい嬉しいですね。あ、じゃあもうこのままでいい。なんで笑ってんすか。じゃあもうこのままでいいじゃないですか。だからいろんな人とコラボして楽しく話すっていう、そんな企画もがっつり考えずに、まあそうですね、やりたいことをやるぐらいで。やっぱでもまあやっぱり格闘技を広めたいってなったら、そこにも人もいた方がやっぱいいじゃないですか。そこでポイントなんですけど、はいはい、これ堀口さんのチャンネル見て、うわちょっともったいなと思ったこともあるんですけど、年末で勝ったじゃないですか。はいはい、あそこで一気に畳みかける動画出した方が良かったです。あ、もうなんか心境とか、はい、舞台裏とか、はいはい、あと食事、はいはい、当日のコンディショニング、はい、気持ち、どうやって戦略立ったのか、もういろんな動画をもうカテゴリー分けにして、そうすれば、はい、めちゃめちゃ来たかな。はいはい、それもうちょっと早くコラボしておけばよかったなって感じですね。あ、まあ、いや、もうちょっといらないです。いやいや、いりますよ。いや、いらないです、いらないです。いやいや、やっぱり、いや、もう年末、先輩180でしたっけ。いや、そうなんですけど、いや、関係ないですよ。関係ありますよ。いや、マジで関係なくて、あの年末で活躍した流れにもうちょっと乗れたんじゃないかなっていう。あ、まあ、ちょっとそれは YouTube 版もミスったかな。はい。いや、どうぞ。でそうやって1年に1回バズらせる能力ある人ってもう最強なんですよ、はいはいはい、YouTube で、結局は毎日バズらせるなんて無理じゃないですか、はいはいはい、これの続きなんで、はいはいはい、堀口さんってまず格闘技でもう成り立ってる、うん、がっつりYouTube はまあ片手間の中で、そのなんかちょっと言い方悪いですけど、ちゃんとやってますよ YouTube。じゃあ、ちゃんとやってますか。いや、まずまた勝った、はいはい、その YouTube がその格闘技の年末とかで一気にバンって YouTube も注目されるじゃないですか。その時にいっぱい出すっていう、はい、それ以外の1年間はそんなになんかもう家使わない、今の感じでいいんじゃないかなと思いますけど、あ、じゃあ僕からちょっとあるのが、京次君語る系の動画あんまり得意じゃなかったりして、これはダメなんです。これはいいんですよ、これは初めて。あ、そうか、あと一人で語る、一人でをうまくするにはどうすればいいかな、その試合前のこととか自分で語らなきゃいけないのか、武士っすね、そういうのも。じゃあ、そういうのができないですよ。だから武士ですよね、何も語らず結果だけ残して見たかった。まあ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 、かっこいい。いやいや、まあでも語る系って返答がないわけじゃないですか、一人でカメラに言ってるわけじゃないですか、はい、それってできます。いや、まあ、僕は結構、まあ、やってたんで、まあ、あんまり好きじゃないです。あ、好きじゃない。だからやらなくていいっすよね。やらなくていいっすよ、ね、うん、だからそれができないっていうのを、うん、まあ、相談したんですけど、結果がもう全てですか。まあまあそうですよね、うん、でいくら語っていいこと言ったって結果が伴ってなかったらその語りが全部否定されるじゃないですか、まあですね、世間は、はい、だけど語らずに結果だけ残すって最強のパフォーマンスです、はい。でもまあまあそこで語れたらもっとやっぱり、まあ確かにちょっと色づくかもしれないですね。だからまあそういうのも今後はちょっとやっていきたいなと思ってますよね。まあ試合前後に畳みかけて出した方がいいっていうことだと思うんですけど、はいはいはい、そのためには語れないと。そうですね、まあ確かにそうですね。まああとはその佐野さんとかがその質問してもらえれば、はい、いやでも僕はあの年末のなんかインタビューみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、煽り合いじゃないですか、はいはいはい、それでも十分わーってなりましたか。あ、本当ですか。まあ、あの一言二言で、まあまああれはもうライジンさん側が全部作ってるんで、まあ、私何そうですか。え、水がつかない、水がつかない。なるほど、語りがあった方が確かに、まあ、まあそうですね、うん、
何を伝えたいかじゃないですか。あ、何を最終的に伝えたいかっていう、あんまり別に伝えたいこととかないですよだからやっぱり武士でしたね。いや武士、本当に。いや侍みたいな。そんなんじゃないですよ。いや絶対そうですよ。ただのアホっす。いやすごいなって思っちゃいました、本当に今日改めて。なるほど、見破られるしって感じですね。見破られるし、はい、いや見てるなって、はい、初めて言われました。本当ですか、はい、多分それみんな分かってても、うん、口に出さないだけじゃ。いや確かに、でもそれを言うタイミングってあんまないじゃないですか、はいはい、思ってても口に出すって、はい、なかなかタイミングとかそのテンポで動くって、はいはいはい、突きさせないじゃないですか、はいはい、それさせるってやっぱすごいですよ。いやで自分思ったこと言っちゃうんで、あポンポンパパンでもバウンドみたいなボールで、あー、まあ、パパンって出ちゃうんだそれすごいですね。こんだけ注目されて。いや全然ですよ、だって15万人で180万人じゃん。いやでもちょっとジャンル違いますから。まあジャンル違くてもやっぱりそれがその人から見られてるっていう職業、人気のあれじゃないですか、うん、確かにそうですね、はい、YouTube ってやっぱりキャラだと思うんですよ、はいはい、キャラがどうするかだと思うんですよ、はいはい、その動画の内容っていうのそのキャラが何かするから見る、はいはい、まあ、確かにそれで言ったら堀口さんが何か喋った方がいいですよね。まあ、こんな人なんだ、うん、今だけだったら強い人、すげえ強いみたいなだけですもん、ね、圧倒的に勝っちゃったよっていうだけだから、うんうん、まあ、こんな一面あるんだよっていうバックの中身紹介は見えたいやそれ一回やったんすよ。あ、やったんすか。一回やったんすよ。でも全然つまんないものしか出てこないし昔から、はい、その喋んないような感じだったんですか。そうですね、別にその喋んない。結果だけ残せばいいんでしょう。すげえ、そういう世界ですからね。あ、そうか、はい、僕とか、あ、名前出しちゃってあれですけど、はい、あの人はなんであんなバズってるかって俺分析してたんですよまあ確かにオーラとかそのステアス性もありますけど、はいはい、登場する前にいろいろバックグラウンドはあの人の幼少期から、はいはいはい、それを見て今ケーキ食べてるだけで、はい、あの人がみたいな、あの昔あんなことやってた人がみたいな、はい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 、俺が鉄器って食べても普通じゃないですか、感じ。そうですね、そういうなんか特殊なバックグラウンドを今見せれたら、うん、今から見せるんじゃないですか今までの、はいはい、過去を見せたらより意外性ってことですよね。意外性、はい、ジンさんがちょっとメイド喫茶に行ってみたとかそういうことですよね。ちょっと違います。ちょっと違います。それちょっと物理的すぎる。マジっすか。それパワープレイです。はい、何も起きないんです。本当ですか。めっちゃ起きると思いますけど。何も起きない。バズるんじゃないですか。いやバズない。うわすげえマッチョみたいな。なんだですかね。じゃあ今度やってみます。はい。二人で行きます。あ、二人で行きます、ね。あ、三人で。あ、何で。あ、でもやってますもんね。いやでもほぼやってないですよ。あ、もうやってないですか。か、昔やってたじゃないですか。あの女装の。いつのじゃあ女装ですね。メイド喫茶。あ、そうそう。同じに見えちゃった。同じに見え。メイド喫茶に失礼。あ、そうですか。格闘家と筋トレとかボディビルって、はい、なんかジャンル的に相性がいいのかなって思ったんですけど、コラボするときも、はいはいはい、今回あの格闘技系でコラボしたんですけど、はいはい、次なんか一緒にコラボするとしたら、こういう企画がいいとか、ジンさんにあったりしますか。プロ格闘家選手と、まあ、僕らの鍛え方も全然違うと思うんですけど、はいはい、でもあれだけのやっぱり大会で体作り上げて、あれだけの動きするんで。実際にその筋トレをしてみたらどれだけやっぱ身体能力高いのかはやっぱ視聴者の人は見たいから、はいはいはい、はい、そういう企画もちょっとやってみたいですね、はい、ただ堀内さんの場合はなんですか、運動神経とか当て感がすごいいいみたいなイメージが僕すごくあるんで、はいはいはい、どっちかって言ったらただの筋トレよりも少し動きがあるので、はいはいはい、対決とかの方がいいかもしれない、ね、そうですね、はい、ちょっと動きがある方がいいですね、はいはいはい、そういうなんか体力テスト、スポーツテストみたいな、うんうん、他は結構いいかもしれない。綱引きとかね。そう、綱引き。絶対負けますよ、でかいじゃないですか、人さん。腰でしっかり。体の使い方。いやいや、それは組んだ時はそうですけど、やっぱ物を引くとか、はい、そういう力は多分人さんの全然あります。だから使い方の問題なので。どうなるかっていう感じで。すごいな、先輩、さすがっすね。プロダンさんで言うと、食に結構。あ、そうですね。じゃあ堀口さんの手料理を作って食べてみて。めっちゃまずそうなやつでしたいや、なんなら僕は食わせますよ、唐揚げ得意の。あ、本当ですか、はい、ぜひお願いします、はい、でもやっぱ格闘技と筋トレしてるチャンネルって、はいはい、やっぱ一格闘技は面白いなと思うんですよ、ね、例えば相撲を取ってみたら、はいはいはい、格闘技やってみたらだったら絶対格闘家勝っちゃうじゃないですか、はいはい、だからやってないよ、お互いやってない
やつでスポーツで当たるんですよね。はいはい、今度この3人で釣り対決とかしたいですよ。全然違いますもん、まあ、全然違いますけどちょっとやりたいっすね。ああ、いいですね。はい、ぜひお願いします。じゃあこんな感じで今日はゆるく終わりします。またねー。